梅畑の斜め向かいの仮称義母バナナなんですが、親子三本立ちで、こちらから見ますと、今中央に見える葉っぱは矮小化の始まりのように見受けられます。ただこの親株がここに来るまでですね、歳月がかかりすぎているんですね。そしてまた花茎が細いんですね。ですから、まあ、収穫量は期待できないと思うんですね。私が知りたいのは味覚なんですが、まあ、完熟した時に、生食した時の味覚で栽培を続けるかどうかの判断ができますから、それを待って辛抱して辛抱して、耐寒性も何もない名護市の義母さんという方からいただいた苗を、まあここまで育ててきたんですが、なんとかかんとか時期的には収穫に間に合いそうですから、いずれ味覚判断をできるとは思いますね。こちらから見た時の真ん中の葉が矮小化の始まりですね。